皆さんおはようございます。亀丸子です。今日はね、今朝の8時でね、今動画回してるんですけども、寝起きでございます。今日ね、なんでこんな今日はね、どうしてね、こんなね、早起きしたのかと言いますと、今こちらで私のね、ここ上にね、乗っている、モモンガのミミちゃんがいるんですけども、最近ね、このミミちゃんを触ると、手がね、すごい湿疹が出るようになりまして、めっちゃ痛いです。これ、めっちゃ痛い。めちゃくちゃ湿疹できてますね、これ。これはやばいな。ヒリヒリしますね。うわ、やば。モモンガ触れなくなるのやだよ。すごいんだけど。痛いです、これ。痛いですね、これね。傷からバイ菌が入ってなったのか、アレルギーなのか、モモンガの爪にバイ菌があるのか、どっちかな。こんな感じです。今日はね、朝、今たった今出したばっかりなんで大丈夫なんですけど、出してね、まあずっと遊ばせて、こう腕とかにいろいろ移って、まあ15分ぐらい出すと結構湿疹が最近できるんですよ。こんな感じで、昨日、おととい、ツイッターの方で、なってる方いませんかっていうことでツイートさせていただいたんですけども、そしたら結構ね、なっている人がいまして。で、なんか人によって全然違うんですよ。いや、私アレルギーでしたって病院行った方もいれば、このね、モモンガの、爪ちゃんですね。爪が、こう伸びてて、それが刺さって水ぶくれみたいになってると。要は傷ついてそうなってしまってるって方もいたりとか。まあ、結構なね、頻度というか、結構なね、人数の方が私と同じように腕に湿疹みたいな水ぶくれが出てる方がいらっしゃったんですよ。で、あとは爪になんか細菌というか菌がついてて、まあ、それでなんか傷ついた時に菌が入って腫れちゃうとか、まあ、いろんなね、お話があって、みんななんか言ってることが違くて、まあ、でもどれも正解かもしれないんですけども、一体私はもうアレルギーになってしまったのかどうかということで、今ちょっとね、今日早起きして、これから病院に行ってきたいと思います。で、爪が長いからっていうことで、ね、爪ね、頑張ってね、昨日ね、切ったんですよ、なんとかして爪を。でね、だいぶね、先っちょのこう、とんがってるところは切れたと思います。あとは、ケージの中に、こんな感じのね、こう、石、くっつけてるんですけど、これは何かっていうと、爪ヤスリみたいな。爪とかが伸びないように、こう、するやつですね。それ買ってつけたりして、対策はしてるんですけど、だって私はね、いやーでもね、これ、モモンガアレルギーとかだったらどうしよう、ほんと。まあ、関係なく触るんですけどね。結構アレルギーとか生き物持っちゃった人とか、モモンガアレルギーの人とか結構いるみたいなんですけど、皆さんね、病院に通ってる人もいるみたいなんですよ、そういう方で。で、病院に通って抗生物質とか飲んで、なんか通いつつ薬こうもらって、なんか治療しながらみたいな人とかもいるみたいです。本当にいろんな高確率でいろんな人が私と同じ症状になってたんでびっくりしたんですけど、はい。で、ほんのぼさぼさ申し訳ないんですけど、近くの病院に行くんで、もうすっぴんでいきたいと思います。では、早速、病院に行ってきます。というわけで、病院に着きましたので、これから行っていきたいと思います。どうかな？皆さん帰ってきました。あれは、はい、ということでですね、今こちら、はい、病院に行って、とりあえず湿疹とかぐらいだったので薬とか出なかったんですけども、まずはアレルギーの検査、採血検査ということで行ってきました。今日はね、これだけで、結果がね、アレルギーの採血のこの検査っていうのは1週間後に出るみたいなんで、1週間後また病院に行きたいと思います。かかった費用はですね、
かかった費用は初診で2400円でした。結構安いですね。はい、ということでね、ではちょっと検査結果お待ちたいと思います。おはようございます、亀丸子です。アレルギー検査をして今日で1週間がね、経ちまして、病院に電話したところも検査が出ているっていうことで、これから向かいたいと思います。どうかな。はい、ということで帰ってきました。はい、でね、今回アレルギー検査の結果を聞きに行ってまいりました。その結果は、亀丸子はモモンガのアレルギーでありませんでした。よかった。はい、で今回アレルギーの結果はこちらね。はい、アレルギーな、こちら、ネズミの方ね、00ということで、こちらのアレルギー検査は、3000円で、済みました。3000円でした。今回ですね、このアレルギー結果で、まあ、先生がお話しされたことは、まあ、まあ、これが、結果が、アレルギーがないとしても出る方もいると。まあ、なんで軽い症状出てるかもしれないですし、まあ、あとやっぱ長袖で、なんかこう触れ合った方がいいっていうお話でした。前回も出したかな？こちら。ツイッターで私がモモンガの、これアレルギーかなっていうツイートを投稿したところ、たくさんのコメントをいただきまして、その中にね、私と全く同じような心情の人がたくさんいたんですね。その中でアレルギー検査をしてアレルギーだったよって方、または私と同じアレルギーじゃなかったよって方、五分ぐらいいました。で、まあ、いろいろね、こう見させていただいたんですけど、コメント。アレルギー検査をしてアレルギーだった方は、やっぱり薬とか飲んだりとか、それで抑えたりしてる方もいましたし、やっぱり、アレルギー検査をして出なかった方はですね、モモンガの爪ですね。爪が、要は長くって、このね、皮膚に刺さって、炎症を起こしている。または、まあ、バイ菌とか、あんまり、清潔ではない、その爪が、まあ、刺さって炎症を起こしているとか、いろんなコメントをいただきました。うん。なんで、やっぱり、モモンガの爪切りをね、することは、かなり、やっぱり大事なんだなと思いました。ねえ、また、まあ、清潔に保ってつもりでも、またか、なかなか難しいですよね。モモンガの爪にアレルギーがあるかないかっていうのは。なかなか判断しかねますし、まあ何より皆さんもね、こう言ってくれてるように長袖で触れ合ったりするのが一番だなと思いました。でも結構このね、ボツボツか炎症で悩んでる方結構いてね、私と同じ。私もやっぱりこうね、日が経っても治んなくなってきちゃって、ちょっとなんかこうみそぼらしい腕になってきちゃってるんですよね。まあでもそれはやっぱ飼っている以上しょうがないのかなって思いますし、言ってる方も何人もいらっしゃいました。ちょっとこれからね、ちょっとミミちゃんのね、爪を切っていきたいと思います。はい、ということでね、爪切りこの前ね成功したんで、今日はずっと撮れるかなと思います。動画袋の中で切ってあげるっての多かったですね。その方が嫌な顔しない。はい、大丈夫だよ、大丈夫だよ、怖くない。じゃあちょっとね、リラックスして、爪切りはね、コミュニケーションとも言いますからね。皆さんも皆さんも爪お気をつけて、まあ本当に私はこの爪とね、爪のちょっとこう気をつけながらこれから触れ合っていこうと思いました。でも長袖にしてね、暑いけど爪切り大事だね。ねえ、ミミちゃん。はい、ということでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。